はい、ということでデイワンアウトフィットこんな感じです。はい、本日はですね、ようやく私ルームツアーを撮ろうと思います。半年近く、多分それはないか、さすがに。でも本当にそのぐらいめちゃくちゃトロトロ作業をしていまして、ずっと撮れてなかったんですけど、今日ようやくその重い腰を上げまして撮ることにしました。ラフな感じのコーディネートにしたんですけど、やっぱちょっと気分を上げたいので、この新作のアイテムを使いました。やっぱり新しいものをゲットしたりとかするとすぐ使いたくなっちゃう人なので、このビデオを多分新作ちょっと多めに使っちゃうかもしれないですまあでもコーディネートの参考とかになったらすごい嬉しいなと思うので、はい、まずデイワンはこんな感じで組んでみました。このトップスが新作のアベンモアのトップスです。私は結構ね、この赤がお気に入りなんですよね。配色も可愛く、全部可愛いんですけどね、できました。ちなみにこれ、あの発売から2日ぐらい経ってるんですけど、あのもうすでに結構完売商品が出ていまして、ありがたいことに。ありがとうございます、本当に皆さん。もうすでになくなっちゃってるものも多いかなと思うんですけれども、今日は私はこのドンビアフレットティーのレッドを着ました。で、このパンツがね、ちょっとこうレイヤードしてるんですよ。これパンツオーバーパンツ、スカートオーバーパンツになるんで、パンツオーバーパンツで、言い方合ってるか分かんないですけど、パンツオーバーパンツも結構あのじわじわと着ていて、ちょっと気になるファッションなので今日は取り入れてみました。今日はラフに行きたいなと思ったので、このスウェット、これもアベンモアのスウェットなんですけど、これマジ超着すぎて色がもう変わっちゃってる、洗いすぎてこの経過もすごい楽しめるので、そこも楽しんでいただきたいんですけど、マジで超楽な、履きすぎてるこのスウェットパンツに、ハンドオーバーっていうところのボクサー、なんかこうボーイフレンドショーツみたいなのやつで、こういうパンツ履いてる方って結構ハンドオーバーのものを着用してる人が海外の人でも多くて、私もねこれ前にゲットしたんですけど、これを重ねました。なんか意外と可愛くて、中に履いてちょっとこのウエストのところだけ見せるのも可愛いと思うんですけど、今日はちょっと上から重ねてみましたっていう感じです。まあ、シューズはね今日はお部屋なのでスリッパ履いてます。ちなみにこれハンキーパンキーのスリッパで、下着ブランドなんですけど、私が大好きなこのノベルティでゲットしたこの可愛いスリッパを履いております。ということでデイワンのコーディネートはこんな感じでした。今日からね、多分ね4日間ぐらいかなになると思うんですけど、結構あの予定もあったりするので、リアルなその4日間のコーディネートとちょっとした Vlog も撮っていけたらいいなと思います。なので、まあ、本日は今からねルームツアーの撮影をしたいと思います。頑張りますルームツアー撮り終わって、ちょっとネイルがね剥げているので、ちょっとそろそろ変えようかなと思って、今からマニキュア塗ろうかなと思ったんですけど、色で悩んでいて、候補的には私はこの2つなんですよ。このアウチ、こちらのピンクスキューズっていうカラーか、このブルーパステルっていうカラー、最近こっち使ってないんですよね。だからちょっとこっちに惹かれつつある。どうしよう、めっちゃ眩しいここでやんなくてもよくないっていう感じですよね、多分。私ももうそれは。なんかルームツアー撮り終わったんですけど、めちゃくちゃ時間かかった。なんか想像以上に時間かかりました。詳細まで説明しすぎたのかな。でも、ね、一番の原因はあれなんですよ。絶対にカメラの温度が上がっちゃって、長時間回してると何回も何回も中断してカメラ冷まさなきゃいけなくて、それでめっちゃ時間かかりました。すぐ温度上がっちゃうの、本当どうにかしていただきたい。普段やっぱり企画とか撮影してても温度上がっちゃってやめなきゃいけないみたいな時があったりすると、どこまで話したかとか、なんかこう熱量がさ繋がらなくなっちゃったりとかする時もあるから、商品紹介系とかだと。ソニーさん、改善お願いしますわ、なんか虹色が出来上がっている虹ができてる。何でだろう、何でだろう、わかんない虹だ、綺麗、かわいい。よし、じゃあ塗っていきたいと思います。前も私このネイル使って
ネイル塗り塗り動画を撮った気がする。こういうパステル系のカラーはムラができやすいので何回も塗り重ねないといけないですけど、可愛いですよね。新宿御苑に行ってちょっとピクニック的なことをしようかなっていう風に話しているので、そんな感じの、そんな感じのコーディネートってわけでもないけど、そんな一日でございます。結構シンプルな色合いではあるんですけど、ちょっとレイヤードとかねして遊んでみました。アウターはこれ私がもう最近めちゃくちゃ愛用している H&M のアウターです。やっぱ今の時期はこのぐらいの軽いアウターが本当にちょうどよくって、すごいこれ使えるのでシルエットも綺麗なジャケットになっております。で、トップスが、これは、新作のアベモアのアイテムなんですけど、こんな感じの、ギャザートップス、サイドがギャザーできるようになったトップスで、ちょっとこうフリフリっとした可愛らしいシルエットのトップスを着ております。これはちなみに 2way でこうやって着ることもできるんですけど、今日はまあオフショルがいいかなと思って、はい、オフショルバージョンで着たいと思います。で、スカートとパンツも新作のアイテムで、これがまあチュールっぽい素材の生地でちょっと涼しげな感じなんですけど、このミリ丈のねスカートを今日は重ねました。この下のフレアパンツもめちゃくちゃ人気だったやつで、サイドがこうレースに切り替わっていて、ミシルエットなフレアパンツになっております。このレースがあることでポイントになるし、重くなりすぎないっていうのが本当に私は気に入ってるポイントです。今日はこんな感じで合わせてます。で、本当はこれねスカートも別でねセットでついてくるんですけど、今日は違うスカートをした。この合わせ方もめっちゃお気に入り、私は。そしてシューズはこれプーマのモストロのシューズです。まあ、今日はちょっとピクニック的な感じだったので、スニーカーで動きやすいようにこちらのシューズを選びました。バッグはもう私がすごい使っているフリマでゲットしたローレン・ラルフ・ローレンのバッグと、これね、ローシャンのイベントでお邪魔した時にお土産でねいただいたなんかミニバッグなんですけど、最近こういうバックオンバックっていうんですか、バック2個持ちみたいなのが結構トレンドになりつつあって、アクセサリーのような感覚でこのバックにつけてみました。ここにはねカメラの三脚とか入れていこうかなと思います。はい、ということで本日の私のアウトフィットはこんな感じでした。ということで行ってきまーす。ありがとう。一回ありがとうございます。一回回収されてる。受ける。見せるだけ見せてもらえないっていう。あり、後でもらうわ。ありがとう。めっちゃいい。見えない系ね。あ、なるほどね。ピクニックです。イエーイ。 With ユーナ久しぶり。でもないか。え、2月に会ったっけ。うん、でも久しぶり。久しぶり。イエーイ。新宿御苑に来てます。最高だよね。本当に最高すぎる。やばいよ、桜が。本当にもう一つないです。本当にそうないですわ。桜がまだあるの感謝だよね。自然に感謝、マジ。ありがとうね。美味しい。私たちはハンバーガーをテイクアウトしました。プラスクリスピークリームを食べよう。ま、待って。桜が。
夏持っちゃって。あ、はい。いるよ、いるよ、チョギよ、チョギよ。なんとベンティサイズを頼んじゃいました。なんとなんと、チュース。すごいよ、もうだってさ大きいもん、でかすぎ。ドーナツもいただきましょう。食べれそう？うん、余裕？余裕だよ。ありがとう、気をつけてね。すごい、あの大容量でこれ持ってパソコン入れて事務所来て作業頑張ってっていう風にいただきました。ありがとうございます。このイエローが結構可愛くてお気に入りです。すごい、あの大容量入れれるしすごい楽ちんなので、これでね今日は作業しに行こうと思います。次、このシャツですね。このシャツはアベマの新作のアイテムです。セレクトのアイテムなんですけど、すごいあの爽やかなホワイトのチェックで春っぽくて気に入っております。まあ、なんかこういう温度調節とか軽くしやすいので、今の時期にもとってもいいかなと思って、今日もね結構あったかくなりそうな気がするので、こんな感じで着たいと思います。で、中のこのキャミも新作のやつで、ボレロとセットのやつなんですけど、今日は単体で着ました。パッド付きなので本当1枚で着れるのがめっちゃありがたいです。そしてパンツもアベマのやつだ。今日全身アベマだ。パンツもそうだしシューズもそうなんですけど、これは AW で出したやつなんですけど、裏毛のスウェットなので全然暑くないから、まあ、すごいオールシーズン使えて便利なアイテムです。今日はグレーを履いております。そしてシューズもアベマの新作のセレクトのやつなんですけど、このキトンヒールのポインテッドトゥールになったニュールを履いております。なんか全体的にラフな感じだったので、このシューズはちょっとこう綺麗めというか、このポインテッドトゥールのヒールを持ってきてちょっとバランスをとってみました。ラフなんだけどちょっとこうこのヒールがあることでカジュアルになりすぎないので、そんな感じで組んでおります。で、このメガネもアベマの新作のセレクトのアイテムです。このキャットアイっぽい感じですごい可愛いんですよ、このメガネ。はい、ということで本日はこんな感じでいきたいと思います。モカちゃんとランチに行って、そのままちょっとイベントにご招待いただいているので、そのイベントに行って、あとはポップアップに遊びに行くっていう感じの一日になっております。本日はこんな感じでコーディネートを組んだんですけれども、まずこのボレロ
まあ、あの新作のアイテムですね。新作この前発売したポカリのアイテムで、このバレロめちゃくちゃ人気でした。昨日着てたキャミとセットの、ね、アイテムなんですけど、すごい人気でとてもみんなからも好評なボレロなんですけど、本当に可愛いんですよ。形がめちゃくちゃ可愛くて、フードがついてるボレロで、こんな感じでフードかぶってあげた時のシルエットだったりとか、この紐もね、いろいろ使い回しができるんですけど、今日は前にリボンを持ってきて縛っております。そしてバッグはサンローランのバッグです。ブラックのバッグ。このボレロを脱ぐとこんな感じのトップスになっているんですけれども、このトップスはザラで買いました。アシメになっていてすごい可愛い、はい、トップスです。でこのスカートなんですけど、まあ、これインパンついてるんですけど、今日はちょっとタイトめなパンツだったので上から重ねて履きました。これもアベンマーの新作のセレクトのアイテムになっております。すごいね、ボリューミーで、本当にこうフリフリっとした、とっても今っぽいトレンド感満載なホワイトのスカートになっております。すごい可愛いです。これこうやってレイヤードしてもめっちゃ可愛いアイテムです。そしてパンツはこれ最近めっちゃ履いてるんですけど、レオパードのねパンツ、ジュエティのパンツになってます。すごいもう楽ちんで、このフレアシルエットも本当使いやすくて気に入ってるパンツです。でシューズもこれめっちゃ履いているザラのバレエシューズを履いていきたいと思います。でこちらのビオネットグラスはゾフでゲットしたものです。最近このメガネもめちゃくちゃつけてる。すごい形が綺麗で、すごい可愛くて、本当に合わせやすくってめっちゃ愛用しているメガネです。はい、ということで本日はこんな感じのコーディネートにしてみました。では行っていきたいと思います。モカでーす。ありがとう。ランチしてきました。美味しかったです。美味しかったな。こんななくてよかった。いや本当に良かった。今から、はい、イベントに行きます。行きます。レッツゴー。入ります。両方から風を浴びるしなちゃん。不思議、なんか室内でこんな風当たってんのが。よき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 。ナミさんのポップアップに来ました。かわいい。